ちは。今日は発表事項が3件あります。まず1つ目がですね、第38回九都県市合同防災訓練千葉市会場を実施しますであります。また防災訓練開始前、日本史初の弾道ミサイルを想定した避難訓練も行います。毎年実施をしておりますこの九都県市合同防災訓練その一環として、防災週間中の9月の3日日曜日に首都直下地震の発生を想定した防災訓練、そして9月の1日には千葉市シェイクアウト訓練を実施いたしますのでお知らせいたします。目的でありますけれども、首都直下地震に備え、自助、共助、公助の理念の下で市と、そして防災機関、それから市民が一体となった実践的な防災訓練を実施することによって災害対応力の向上、そして防災体制の充実強化を図るとともに、市民一人一人の防災意識の向上と現在への備えの向上を図ることでありまして、我々も県庁所在地の中で、今後30年以内にですね、震度6以上の地震の来る確率がですね、極めて高い自治体でございますので、改めてですね、我々行政機関プラス地域の自主的なですね、防災力の向上にもつなげていきたいと思っています。で、特徴ですけれども、まず一つがですね、この合同防災訓練としては千葉市初となる、市民による排水栓を活用した初期消火訓練、それから消防ヘリコプターによる上空からの空中消火訓練、そしてドローンを活用した救出救護訓練などを実施します。このドローンは消防庁から無償貸与されている、千葉市の消防ドローンになります。2番目が九都県市相互の連携を図るために、さいたま市消防局から特別高度救助隊が派遣されましてですね、合同での救出救護訓練を行います。括弧3が市内の避難所で地域住民と連携した避難所開設運営訓練を行います。これは市内の避難所277箇所ありますが、そのうち268箇所で実施をいたします。またこのうち6箇所の避難所を重点訓練会場として、実践的な訓練を実施いたします。例えば救援物資の受け入れですとか、もしくは避難者への配布、またペットの同行避難訓練、こういったものを実施をする予定です。そして括弧4で地域の誰でもどこでも訓練に参加できる千葉市シェイクアウト訓練を実施いたします。そして括弧5番に防災訓練の開始前に弾道ミサイルが飛来する可能性がある場合における対処について避難訓練を実施するというものでございます。千葉市会場の日時場所等についてはご覧のところであります。で、次のページめくっていただきまして、主な訓練項目についてはご覧のこれも通りでございます。そして各4展示体験コーナーということで、会場となる昭和の森においてですね、さまざまな地震、そしてまだ災害に対するさまざまな体験ができる内容となっています。各5番が弾道ミサイルを想定した避難訓練ということで、9時20分から9時30分の間、実施内容については国民保護サイレン音を放送し、そして市民に地面へ伏せて頭部を守るという、国からも打ち出されているそうした行動を取っていくということになります。で、4番が先ほど申し上げた市内6カ所の重点訓練会場となる避難所のリストでありまして、先ほど申し上げた通り避難所の開設運営、災害時の生活支援技術の訓練、これは非常用井戸の運用ですとか簡易トイレの作成、それから救援物資の受け入れ配布訓練、ペットの同行避難訓練などを行います。で、次に5番に千葉シェイクアウト訓練ということで、これは9月の1日金曜日の9時半から、行うものでありまして、過去3年の参加登録者数は平成28、26年度が8万3000人、27年度が9万3000人、そして昨年度が10万6000人ということで、かなり年々増えておりましてですね、市民、それから小中学校の児童生徒、それまたそしてまた協力いただいている民間企業の事業所の方々、こういった方々などが一斉にですね、ここで防災に関するシェイクアウト訓練に参加をするということでございまして、一人でも多くの方に参加をしていただけるよう我々も呼びかけをしていきたいと思っています。記者の皆様方にもぜひ様々な形でご紹介していただければと思います。これが1点目でありまして、2点目がですね、夏の風物詩、二大風物詩は一つは花火大会、もう一つがこの千葉の親子三代夏祭りになります。
手作り甲冑の子ども武者行列のほか、新たに子ども流鏑馬体験も登場するというところでございます。趣旨の方はですね、子どもたちに夢をふるさと作りをテーマに、これまでもですね、より多くの市民が参加をして見て楽しめる祭りを実施して、市民意識、ふるさと意識の高揚を図るという形でやってまいりました。千葉開埠900年という節目の年に向けてですね、昨年に続きまして開埠の祖である千葉氏をテーマにした関連イベントを開催するなど、千葉の町の歴史を感じられる祭りとしていきたいと考えております。開催日時および場所ですが、8月19日土曜日、11時から20時までの間前夜祭を、行い、そして本祭りが8月20日日曜日の1時から8時15分までという形となっています。今回の特色ですけれども、千葉氏が活躍した時代の武士にちなんだ武者行列など千葉氏関連イベントを実施をします。あとして手作り甲冑を身につけた市民団体や子どもたちによる、武者行列、千葉市馬術協会による騎馬武者も登場いたします。意図して千葉氏コーナーでは、今回初登場の子ども流鏑馬体験のほか、甲冑着物の着付け体験などを実施します。部として千葉氏ゆかりの7都市によるそれぞれの都市のソウルフードやご当地グルメ、地域限定名産品の販売や各自治体の PR などを行います。そしてイベントの見どころを紹介する特製のガイドブックも会場にて配布する予定となっております。で、裏面にプログラムが書いて、おりましてですね、千葉踊りについては当日飛び入り参加も可能となっておりますので、多くの方々に参加をしていただきたいなと、そういうふうに思っております。2点目で、最後3点目が、千葉市生涯現役応援センターを開設しますということで、市内の高齢者対象のボランティア情報などを集約した総合相談窓口を設置するものであります。趣旨目的として、シニア層による就労、そしてまたボランティアなど地域活動のための情報を一元的に集約しまして、情報提供、相談、紹介を行うことで、社会参加を促進して生きがいの向上、そしてまた社会を支える存在として活躍していただく、こうしたことを目的として総合相談窓口となる生涯現役応援センターを設置するものであります。解説の概要ですけれども、業務内容については、就労、ボランティア活動など各種相談及び情報提供をしたり、またセミナーや講習会などを開催したり、また民間企業 NPO 団体と一緒になってイベントの企画や高齢者に適した活動先の開拓などを行います。開設場所は稲毛区役所の千葉市ふるさとハローワーク稲毛があるんですが、そこの隣という形でですね、就労、ボランティア等を一元的に紹介できるような環境を作っております。対象時間は月から金曜日の9時から17時までということで、今年の形で実施をするものであります。開設に合わせましてですね、開設の日の8月29日に、高齢者の社会参加に関しての特別セミナーを実施をいたします。テーマが生涯現役の進め、生き方の提案と実践というものでありますので、改めてですね、我々市として、就労であったり、もしくはボランティアであったり、地域にいらっしゃる方々が自分のエネルギーや時間をですね、どういう形で町のために使おうかという時に、どこに行ったらいいかわからないという声をよく私も以前から伺っておりますので、そうした方々がまずこのふるさとハローワークの隣にある千葉市生涯現役応援センターに来ていただくことによってですね、ご自身の環境に合った活躍の場所というのを出会うことによってですね、その人たちも当然輝くわけです。それからそうしたエネルギーを求めている地域の人たちにとってもですね、非常に大きな力となりますので、できる限りマッチングの精度と量をですね、向上できるように我々としても取り組んでいきたいなと、そういうふうに考えています。発表事項は以上なんですけれども、お知らせが1点ございまして、子どもの町 CBD の開催であります。平成21年度から開始しておりまして、今回で10回目の節目になります。8月25日から27日の3日間、キボルにおいて子どもたちが疑似社会を体験することによって社会の仕組み、社会参加を学ぶことができるプログラム、子どもの町 CBT を開催するといます。子どもたちが自ら運営する町の中で市民となり、町で働いてカフェという、疑似通貨を稼ぎ、町のお店で食べ物を買ったりゲームをしたりするなどの社会体験ができるというものになります。
まだ町の市長を決める市長選挙というのも行われまして、これ結構なんか本格的でちゃんとあの選挙管理委員会も立ち上がるんですけども、その市長候補の子どもたちが立ち会い演説をするとか投票開票まで行い、投票で選ばれた町の市長、まあ子ども市長ですねが、次回の CBT まで子ども市長を務めるということになっています。25日の CBT の開会式では昨年の選挙で選ばれた8代目子ども市長の坂口舞さんが開会宣言を行います。参加対象小学生から18歳までの子どもたちという形でございます。まあ、夏休みのこの最後の時改めてこう社会との関わりを子どもたち この中でですね楽しく学ぶことができる、まあ、本当に千葉市としてですね非常にこうやってきて、私もこれはいい取り組みだなと思ってますけれども、これをまあ10回目ということでですねやってこれたなというふうに思ってますので、ぜひ、取材をしていただければと思います。私はよくあの18歳選挙権とかで有権者教育とかよく言われるんですけども、私からするとその投票の仕方とかマニフェストの見方を教える前にこういうことを体験をして自分で社会との関わりがあって、でこれはあのルールも自分たちで考えるんですよ。今年は、去年稼いだ通貨を返金換金できるようにしようと例えばルールを作って言う、そういう年もありましたし、まあ、非常に子どもたち、子ども市長や子ども運営委員会の人たち、子どもたちがみんなで話し合ってこの子どもの町の企画も作って、で失敗だったねとこれは良かったねとかってこういう PDCA をずっと回してるので、こういうことに参加をした子どもたちっていうのはわざわざそういうことを言わなくてもですね、多分そういう投票の大事さとか立候補の大事さっていうのが分かるんじゃないか、そういうふうに思っております。私からは以上です。それでは幹事長よりご質問障害応援センターで、このきなんか直接的なきっかけとかですね、いつ頃からこう温めてらっしゃったとか、そういうのがあったらお願いします。はい、こっちでどうかな。はい、まず秋頃からですね、まあ、国の方でも地域共生社会の実現ということで、まあ、地域のですね、解決できるものは地域で解決していただくというような動きがある中でですね、高齢者の活躍の場、高齢者支えられる側だけじゃなくてですね、支える側にも回っていただくことが必要だということがありますので、まあ、いろんな場面でですね、確かに例えばハローワークもあればですね、ボランティアセンターというのもあるんですが、そういった情報をですね、一元的に提供できる場所を作りたいということで、今回そういったことになりました。結構私がこうやってて、もともとこういう話っていうのはもう以前からあって、我々、例えばその、保健福祉センターの社協のところにボランティアセンターっていうのがあって、比較的ボランティア系の情報は一元的にそこでやってるわけですけれども、まあ、高齢者の方々からすればそのボランティアとそれからその仕事が、まあ、そんなにその明確に分離してるわけじゃないわけですよね。何かやりたいっていう方がやっぱりいらっしゃるのであれば、まあ、そのいわゆる雇用の就労の部分とボランティアっていうのをもう分けずに、まあ、一体的に紹介できるようにした方がいいんではないか。また、その待つだけじゃなくて、じゃあその地域やいろんな集まりとかに積極的にそのこういう活躍の情報がありますよっていうのをもっとアウトリーチしていくようなことも必要なんではないかっていう中で、まあ、今回の取り組みに学んだことなんですね。すみません、そうするとここセンターから情報提供だけじゃなくて、そうするとこういう目的で高齢者の方の力を借りたいとか、そういう向こうからの売り込みというか、そういう収入を取っているところでされるということなんですか。実は委託してやるんですけど、まあ、相談を応じる方とですね、もう一人はいわゆる活動先を開拓してくれるような開拓員というのをお願いとしてますので、そういったところで活動先をですね、開発していただくような形で働いていただくというふうに考えています。業務委託っていうことどちらされるんですか。ふるさとハローワークが隣にあると先ほどなんですけど、そのふるさとハローワークが委託しているところでございまして、具体的にはパーソルキャリア株式会社というところになります。なんか一体的な同じ事業所でやってるんですか。ありがとうございます。県
西尾です。よろしくお願いします。そのボランティアセンターについてなんですけど、これまず南区役所内にあるんですが、今後他の区役所に広げていくというお考えがあるんですか。そうですね。そのやっていく中で、どういうボリューム感とどういうニーズがあるかというのが分かった上で、まあ、N 社と千葉市もロック広いですから、別の区で作った方がいいねっていうふうになるかもしれませんし、もしくはその開拓をしたりアウトリーチする人の方をむしろ増やしていくっていう形にするのか、この辺は授業の展開を見ながらですね、拡充の方向を考えていくことになるんじゃないかなというふうに思います。まあ、いずれにしても、この規模でずっとやっていきたいっていう思いではなく、できる限りこれが拡大できるような成果を出していきたいと思います。これは県内の自治体では初めての試みですか。柏がじゃやってるのかな。はい、すみません。夏祭り、子供が矢部さんを体験、かなり面白いそれで、矢部さんをするパカパカパカ、こんな本格的なやつじゃなくて子供ですからね。一応こう、なんかちょっと洒落た僕に言って、まあ、ちょっとゲーム本当にうまいのだから打つどころじゃないっていう。大人もなんかかつてあったんですか。やってないんじゃないかな。やってないですね。今日は35度を超えるんじゃないかと。今日はもう今年一番暑いんじゃないかなって。今日前在任期間中これ暑い日ってございました。でもいっぱい普通にありますか。こういうのありましたよね、最近。めっちゃ暑い、あれ何年前でしたっけね、3、4年前だから、めちゃくちゃ酷暑の年もあったし、今年だから比較的そんなに暑くなかったのがようやくなんか来ましたね。なんかすごい暑い年で何かあったりします。ん、猛暑のある年はなんか市としての取り組みとかですね。まあ、でももともとなんか我々もこうだん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 暑くなっていく中で、例えばそのミストシャワーをなんかいろんなところに入れたりとか、なんていうんですかね、少しずつそういう形にはなんかシフトしてるんじゃないかなっていう感じはしますよね。発表以外のところなんですけど、マイナンバーカードで、コンビニでの住民票とかこう、そうですね、はい、システム取り入れられて、はい、結構利用って進んでるんですかね。ちょうど市民局あと言えるかな。あ、ごめんなさい、ちょっとデータ的にはないのですけど、そこまで進んでいないというのが現状です。これマイナンバーカードは結構普及してるんですけれども、まだまだ多分知られてないんだと思うんですよね。マイナンバーカードでコンビニで取れるというのは僕らも一生懸命周知してますけど、そのこと頑張れば比率は少しずつ上がってくると思います。なんか今後の PR 策とかってありますか。 PR 策ですか。まあ、我々この前例えば都市カードとの一体型を使えるようにしたり、まあ、というのはやっぱり利便性ですよね。マイナンバーを持つ人を増やすということと、マイナンバーカードを使う機会をやっぱり増やしていくっていうのが我々としては大事なことだと思います。ただ、まあ、ある種やっぱこう国の政策に絡むところがどうしても多いので、まあ、国がやはりマイナンバーカードの利便性をどういうふうに上げていくかということと、まあ、より広い範囲、例えばその、国保とかのカードと一体化するみたいな話も以前からありますから、そういう形で普及率を上げていくために、まあ、どういうことをやっていくのか、まあ、この辺が大事なポイントになるんじゃないのかなと。はい、ありがとうございました。他にご質問はありますか。千葉日報です。千葉市障害現役応援センターの件がちょっと細かい質問なんですが、はい、これはまず事業費があっていくらぐらいかっていう、あとなぜ稲毛区役所で最初に始めることになったんでしょうか。はい、事業費予算につきまして920万でございます。でそのうち交付費が半分入ります。
で、あと稲毛副役所を選んだっていうのは、先ほどちょっと申し上げました通り、実は私どもの方にふるさとハローワーク稲毛区と緑区にあるんですが、まあ、稲毛区のそのふるさとハローワークのちょっとたまたま、まあ、隣の部分がちょっと空きスペースがありましたので、そこでまあ、ふるさとハローワークと一体的にやるのが一番いいかなということでございます。まあ、稲毛区役所のある場所って結構交通の要衝みたいなところなので、まあ、稲毛区のみならず、まあ、ある程度周辺のところから、まあ、比較的来やすい場所ではあるので、まあ、そういうところも大きいと思います。ありがとうございました。他に産経新聞の方です。千葉市障害勉強会センターのデカい部分なんですが、これは稲毛区民だけじゃなくて千葉市民だけでは活用できるということですか。そうです、はい。大会社の会員制を高めるためにいろいろやってらっしゃるんですけど、市長は今その会員制についてどのように維持されていらっしゃるのかっていうのがまず1点目。2点目はですね、野球の試合ですとか、あとメッセで大きなイベントがあったりすると、すごく大変なことになるっていう話をよく聞くんですけども、混雑解消に対して市長はどのような施策を打たれるのかっていう2点。まずその勧誘性に関してはですね、これが幕張新都心の課題だというふうに思っています。我々は一個一個では、強烈な集客力を持つものが幕張新都心にはたくさんあるわけですけれども、残念ながらそこの間の勧誘性というのがそれほど十分には生かされている状況ではないというふうに思ってまして、以前から例えばそのシェアサイクルも含めてですね、いろんなその回遊性を高めるための取り組みをやってきました。でしかしですね、それについて必ずしも全て成功しているとは思っておりませんので、この幕張新都心の回遊性の向上というのは永遠の我々のテーマだというふうに思っています。その流れの中でパーソナルモビリティであったり、また他にも様々な取り組みを今後もやっていきたいなというふうに思っています。それから、2点目の混雑の件ですけども、やはりもうイベントエリアだけあってですね、やっぱりイベントの内容いかん、もしくは重なり具合によっては、かなり混雑な事実でありまして、特に会員幕張駅の混雑というのは我々としてもですね、要改善だろうというふうに思っています。そういう考え方のも含めてですね、新駅であったり、会員幕張駅の改札をどうするかですとか、そういったことも含めてですね、我々は関係機関と一緒になってですね、中長期的に見てどういう改善の仕方があるかっていうのをやっぱり議論していっております。ありがとうございます。他にご質問あります。はい、マリさん。マリシンクの問題にお願いします。先週環境省が省電力に対して核発電について再検討するようにというふうに出したと思うんですけれども、しかしでも蕎麦地区に政府委員と、あと中国電力とか他に進めているということで、そのなんかエネルギーに関しての市長のお考えと、その両企業に対しての要望とか、どういうふうにやっていきたいか、思いますか。我々その環境アセスに関わるですね、市長意見という形で、かなりの意見を我々は出しているというふうに思います。その中でですね、そのできる限りその周辺地域への影響をに配慮される技術を導入していただきたいですとか、もしくはそのまさにその蘇我という地域の、歴史的な経緯を含めた公害対策をしっかりやはり考えてもらわなければ困りますとかですね、もしくはその石炭ヤードから そのベルトコンベアの被覆化ですとか、一つ一つ我々は多分かなり細かくかつ比較的強く環境対策を求める形で意見を出していますので、それがある種私の考え方でもあるし、千葉市としての考え方だと思うので、ぜひそれを見ていただければ我々の思いというのは伝わってくるのではないかなというふうに思います。
で、そのエネルギー政策そのものに対する私の考え方という観点で言えば、私はそのエネルギー政策っていうのは市民生活、国民生活、それから、事業所のそれぞれの企業活動にとって、まあ、極めて大きな影響を及ぼすことになりますから、イデオロギーではなくてしっかりとした現実を見た上で、現実的なプロセスを経てできる限り、環境に配慮されたようなですね、エネルギーの、役割分担ですよね、に行くのが望ましいというふうに思います。何発電を推進進めていきたいとか、そういう具体的なまあ、その全体的な方向性としては当然再生可能エネルギーの方向に行くのは間違いないですけれども、私はあんまりイデオロギー的に再生可能エネルギーだとかね、原発がどうだとかって、まあ、言うのは結構だけれども、それによって今この瞬間生きて生活をしている人がいるし、そしてまたそれで企業活動が行われているわけですから、そこに対してですね、現実的なプロセスを経ないと、理念でね、人が苦しんだり場合によっては死んでしまうこともありますから、そこは私は常に現実的なプロセスを経るべきだと、これが私の仕事です。他にも質問は、はい、近藤の加藤です。今日の発表の中で、弾道ミサイルを想定した訓練の件なんですけれども、それは、まあ、内容は再現音を冒頭して、で、任務で出て、どうも守る、いい行動を取るということなんですけれども、まあ、それをやってこう、意味があるのかという考え方もあると思うんですが、その点について、その意味とか、今回やる狙いの部分について、市長の考えをお聞かせください。こういう状況ですから、当然だから何もしない。っていうわけにはいかないでしょうと。で、何か、特別に訓練をするとすれば、当然ながら国がいざ弾道ミサイルをしたときに、やはりまず意識すべきはこれでしょうという形で、提示されてますから、あ、それをやるということですね。私が思うのは、これをバカらしいと思うのは簡単だけれども、しかしあらゆる分野においてその対策を立てていく中で、実際に落ちてしまったときにちょっとやるだけで、まあ、場合によっては被害が変わるケースが当然これあるわけですよね。現実にこの戦争の状況とかの中でこれやるだけでも全然違うわけですから、そこは改めてやるべきものは小さなことでもやるということが私は大事なんじゃないかなというふうに思いますね。はい、そうですね、まあ、それでもまあ、意識づけっていうか、まあ、こういうことを、まあ、意識はしときましょうよということですよね。はい、それは我々としてもやっぱりしっかりとした広報も当然ながらしていくということになります。はい、NHK の森です。よろしくお願いします。ちょうどオリンピックまで3年となりました。で、まあ、一時期こう小池都政がですね、かなりこう一人に話した遅れで、まあ、森会長なんかは、まあ、半年遅れてるとかですね、こう準備の話をされてましたが、まあ、市内、まあ、またはまあ県内も見ていって、まあ、そういったところでこう少し、まあ、小池都政の混乱の遅れとかですね、具体的なこう情報が入ってこないこうもどかしさみたいな部分を感じていらっしゃるところがあれば教えていただきたいのと、あと2点目が、まあ、あと8月末のパラリンピックまで3年となりますし、市長も千葉市としてのパラをですね、されているところではありますが、まあ、ちょうど多分9月から学校のタイの授業を小中一部取り入れられたりとかあると思うんですけど、この1年でこう千葉はパラはこれだったり、もし目玉行事だったり目玉の動きがあるとしていただきたいと思います。そうですね、そのオリンピックに関してオリパラに関して言えば、確かにいろいろありましたけれども、そのなんていうんですかね、バリアフリーの計画も含めて、まあ、出るべきものは出てきてるかなっていうふうに思っていまして、まあ、ここからはやっぱり我々自身が、まあ、しっかりとスピードアップをして、準備をしていかなければいけないんだろうというふうに思ってます。まあ、唯一もどかしい思いがあるのはやっぱり幕張メッセの使用期間ですよね。これできる限り短縮をしなければ、翌年以降の幕張メッセでのイベント、それはさらには千葉市、千葉県の経済には大きな影響を与えますので、
ぱりできる限り短くしてほしいと。この部分の調整は今もなお続いておりますから、そこの部分は早く決まってほしいと思っているのはこの関係者全員なんではないかなというふうに思っています。で、問題はやっぱりこう機運が上昇してこないと、そのボランティアですとかあらゆるその2020年をターゲットにした取り組み その行政はまあいろんな計画を作っていきますけど、最後はやっぱり市民や皆さん関心持って参画してもらわないと成立しないので、そういう意味で一番その若干その遅れているのはやっぱりそのオリンピックを国民がイメージして、そこに自分がどう関わるのかっていう部分の啓発っていうか周知が、ここが非常に、まあ、残念ながら遅れていると言わざるを得ないところなので、それは我々が頑張るしかない。でボランティア組織も作って、これから一生懸命やっていきますので、それをやりたいと思っています。でパラリンピックの取り組みに関してはですね、まあ、本当に正直車椅子バスケットボールであったり、もしくはゴールボールであったり、まあ、着実に一つ一つ前進してきていると思います。特にこれから私が注目しているのはやっぱり教育委員会が本当にそのしっかりと考えてくれた上で、子どもたちに、学校教育の中で2020年以降も含めてですね、教育カリキュラムにどういうふうに導入していくのかということを真剣に今考えて取り組みが始まってますので、これは2020年までに相当数の子どもたちが体験することになるし、2020年以降も千葉市のレガシーとして、ずっと残り続けることになるんではないかなというふうに思ってます。ご質問ありますか。はい、先ほどの山本です。エッセの使用期間の話が出たので、追加でなんですけども、ちょっと私自身がうろ覚えなんですが、確か現状示されているものが半年以上とか、なんかすごい長かったと思うんですけれども、まあ、私が業界関係の人とかにちょっと話聞いたりすると、なんでそんなにかかるかわからないみたいな声も聞くんですけれども、ご自身としてはこの今提示されている期間、やっぱりそのオリンピック・パラリンピックを開催する側とすると、当然ながら余裕のある期間を持って成功したい、成功を収めたいと、その何かトラブったりとかいろんなことを考えれば、やっぱり万全の状態でやりたいという意味では長い期間を要望するという、これはもう当然ながら気持ちは分かるし、まあ、想定されてきたことですよね。ただそれをどれだけ短くできるのかっていうのがやっぱり大事で、私が実際ロンドンに視察に行った時も、ロンドンのエクセルセンターというもう全く同じような国際展示場で全く同じような競技をやってるんですよ。ほぼだから似てるんです。そこのやっぱり責任者に当時の話を聞いたら、やっぱり当然向こうも組織委員会からすごい長い期間を提示されたのを、まあ、ふざけんなと、他の今までの事業者はもっと短くてやってんだっていうようなことを一生懸命交渉して極限まで短くした、これはもう交渉するしかないよねっていうところなので、まあ、ここはなんていうんですかね、組織委員会は当然そういう競技団体を要望する、それに対してやっぱり千葉県千葉市幕張メッセとしては短くしてくれと要望すると、その中でできる限りの交渉をして、まあ、両方が立つようなところを模索していくしかないというふうに思います。子ども向けの家族連合店のイベントだったり、今また中小企業の人たちの商談会だったりとか、まあ、そういったところとか、まあ、いろいろ見せたらと思いますけれども、その辺について、まあ、少なくともオリンピックの年は結構できなくなってしまうことは、まあ、どんなに期間を過ごしてもできなくなってしまう部分というのは若干出てくると思うんですけれども、その辺のケアというか、まあ、しばしとして何かサポートできるようなことがあります。当然その溢れ出るやつをどうするかっていうのは、その例えばそのいろんな支援制度を考えていくっていう上でできると思うんですけども、まあ、大事なのはとにかくいつの期間なのかっていうのは早く決まらないと、溢れる人たちがどのぐらいでっていうのを次に行かないと思うんですね。今だから何ともお答えしようがない状態なんですよ、メッセの主催者に対して。だこの状況は良くなくて、正直言って早くこの期間に関しては早く詰めていかないと良くないです。他にありますか。よろしいですか。それでは以上をもちまして定例記者会見を終了させていただきます。お疲れ様でした。ありがとうございました。